今時代がお姉マンを求めている。こんにちは、葉月光栄です。今日は今時代がお姉マンを求めているという話をさせていただきたいと思います。今皆さんテレビの世界でもうお姉マンを見ない日はないんじゃないでしょうか。今だとマツコさんなんかを中心にですね、本当にどのテレビを見ても大概そのお姉マンが出てるんじゃないかなと思います。もちろんお姉マンって言ってもね、本当に性転換して女性になっちゃった人もいれば、男性のままお姉を売りにされてる方もいろいろいらっしゃいますけども、実はですね、これは数秘の時代の流れを読み解くと、まさに今の時代だからこそ脚光が浴びてるということがよくわかるんですよね。1の時代から2の時代への今は移行期です。要は1900年代、1が最初にあった1000年代から2が頭につく2000年代に今移行している途中なんですよね。ですから1っていうのは男性のシンボルの数字です。2は女性のシンボルの数字です。でこれが完全に移行してしまうと、もう女性がもっともっと活躍していく。例えば政治の世界なんかでも今ほとんど男性ですけども、もうその男性と女性の比率が逆転するかもしれません、後々は。ただし今はそうはなりません。移行期ですから。じゃあ男性の時代から女性の時代への移行期でどういう人が活躍するのって言ったら、その間の人なんですよね。でそれがまさしくズバリお姉マンだということです。いわゆる女性の感性を持った男性、これは逆も言えるかもしれません。男性の感性を持った女性というのも言えるかもしれないんですけども、これはですね、今僕たちは社会の仕組みは男の仕組みになってますから、どうしても女性はですね、社会の中で働こうと思ったら男の視点になっちゃうんですね。ですからそれも今の女性のすごく大きな一つの傾向にあるんじゃないかなというふうに思います。ですが本来はもっと女性は女性らしく、男性は男性らしくなんですけども、今そのすごく大きな過渡期にあるんで、その中間にいる方々、そういうこう男性性も女性性もあるという両方を持ってる、その象徴として多分お姉マンが出てるんじゃないかなと僕は思います。ですからこれからの時代はですね、実は男性も自分の女性性を出す時代で、女性は自分の中の男性性と女性性をちゃんと統合する、そういう時代になってくるんじゃないかな。その橋渡しをしているのが実は僕はお姉マンじゃないかなと。お姉マンっていうのは本当に男性なんだけども、より女性の視点を持っている、でもちゃんと男性らしさも持っているっていう、そこがですね今受けている非常に大きな要因であり、これは今時代のこのオンタイムであるからこそ彼らは非常に脚光を浴びているんじゃないかなという気がします。そういう観点で見ていただくと、多分テレビの世界もですね、もっと違う視点が見えてくるんじゃないかなと思うんで、面白いと思いますよ。